皆さんこんにちは。今日は私の最近の買ったものをご紹介します。前回購入品紹介をアップしたんですけど、その時に紹介をし忘れてたものもあるので、今売ってるかわかんないんですけど、合わせて紹介できたらなと思います。このトップスとね、これはね、去年のなので省きます。去年よりもっと前かも。まずこちらゴールドの、結構存在感のあるバングルを探してて、つや消しのこれ、本当にこういうのを探してたから、でこれね、4000なんぼが 60% オフやったから、すごくいいお買い物ができました。で次、このピアス、じゃじゃーん。このピアスは、昔に多分ミミっていうピアス屋さんで買ったピアスを紹介する時の同じブランドです。最近ゴールドアクセばっかりをつけているので、これも可愛くて普通にシンプルでちょっと存在感、髪の毛切ったので大きいのつけたいなと思って買いました。まだ紹介動画を撮ろうと思って開封してないんです。こちら、これはなくなったから追加で買ったもの、 DHC のアイライナー。あんまり最近アイライナーはしないんですけどね、夏ちょっとなんかちゃんとしたくっきりメイクしたい時とかに使いたいなと思って、で着れてたので、いつもナチュラルブラウンなんですけど、ブラックを久しぶりに買いました。あんまにじまないんでおすすめ、 DHC は。でこちら、もうどんなに高いマスカラよりも DHC のボリュームマスカラが私的には一番です。でこれももうすぐなくなりそうだったので購入しました。でどこ行っても最近アルコール消毒をしないといけなくて、洗い物とかで手がカサカサになるの。イソップのこれも2本目です。レスレクションハンドバーム、私はこの香りが一番好きかな。ボディクリームやったらちょっと一回りか二回り大きい緑のやつに塗るんですけど、それはゼラニウムだからそっちの方がいいんですけど、ちょっとハンドってなるとこれがお気に入りです。エトバス、メイク動画でご紹介した石鹸で落とせるもの、この本ね、メイク動画で紹介してこれも購入したものの一つなんですけど、これに結構いろいろ見てネットとかでも調べて、ミネラルファンデとかをいろいろ探した結果、エトバスではこのパウダー系をキットでお試ししたんですけど、エトバスでは買うのをやめたんです。で、エトヴォスで何を買ったかというと、ミネラルハイライトクリーム。こちら、まだ開けてないねんけどさ、お店の人がやってくれたから、めっちゃ良くて。しかも超薄いから持ち運べる。で、鏡がついてます。こんな感じです。なんか、ちょっと肌色っぽい。なんか、いつも使ってるハイライトより白くないので、肌なじみが、良さそうでした。教えていただきましたが、ファンデーション類はエトヴォスで買うのをやめて、アットコスメじゃないわ、梅ハンのキッチンコスメ、違うな、キッチンコスメかな、コスメキッチンか。で MIMC のミネラルリキッドファンデーション、これも雑誌のマキアっていうのを先月号かな、今月号かな、買った時に MIMC のなんかベストセラー商品を試せるっていうのが付録やったんですよ。で私そういうの初めて買ったんですけど、これを試したくて買ったらものすごく良かったので、ファンデーション類はこっちにしました。で MIMC も石鹸で落とせるものなので、これもまだ使ってないっていう。テスターをね、めっちゃちっちゃいのを3日かけて使いました。だから今日もそれを使ってます。ケースこんな感じです。でこっちは中身、最近マーク&ウェブっていうブランドにすごくハマってて、クレンジングじゃないけど顔の洗う石鹸とかもこれで集めてるんです。バスソルトとか。でこれはエッセンシャルオイル、ゼラニウムの香りのものを買いました。でなんで買ったかというと、アロマセラピー検定の本、この検定を取るつもりはないんですけど、ストレスにはこれとか、睡眠不足というか睡眠の質を上げるにはこれ、スイートオレンジとか、ただ単に気になってからテキストを買って、こうやって自分で作ろうと思って、こういうのも買ったんですけど、とりあえず寝る前とかリラックス、ヨガとかするときに使おうと思って、このやつを買いました。で、ついでに、このウッド、パラセッツ、同じブランドです。で、購入しました。なんか忘れてる気がするな。
いつもさ、取った時にさ、後から出てくるね、買ったものが。いっか。で、こちら、iPhone ケース。ルカイレにあるインストネーションに置いてるブランドなんですけど、あんまりこのブランド、ここが良かったからとか、あんま気にしてなくて、このね、かけるやつが欲しかったの、私は。ここにピタパンも入れてるので、私はね。だから、いつも荷物が多いから、こう定期入れが見つからないの、カバンの中で。それで今まで何回も電車を流しているから、っていう解決できました、これで。ちょっと長いんですけど、でもこうやって手をこぱってあるところに、なんか後ろめっちゃ生活感溢れてた。そう、あるし、まあ、長さ調節はできないけど、私はゴールドが良かって、いろいろこの紐が違ったりとか、カラーバリエーションもあるので、見てみてください。で、鬱陶しい時はこれ取れるし、私すぐ携帯なくしたことはないけど、なくしかけたことはいっぱいあるから、肌身離さず、お酒飲んでる時とか、いつも行方不明になるので。コロナ前、緊急事態宣言より前に、キックボクシングを行き始めて、で、緊急事態宣言が入っなってから行けなかったんですけど、また最近再開して、クラブボクサーっていう難波にあるんですけど、に通ってるんですね。プラス、パーソナルジムを通い始めたので、このルルレモンで、一回試着したことがあったんですけど、買わなかったんです、昔。でも、ちょっと、形からって結構通ってるんですよ、今。で、いいやつを買おうかなと思って、上下で。このパンツ履いた時もう履いてない感じみたいな。だからこれあと2個ぐらい買おうと思ってます。他にヨガウェアとかトレーニングのこういうウェアでいいのがあったら教えていただきたいです。あとこちらも、私の大好きなローラちゃんのブランドのやつが梅半でポップアップしてて、でその期間私忙しかったから、で、ストーリーとか見ても整理券が必要みたいな感じ。を感じ取ったんで買えへんやろなと思ってたんですよ。で、用事が終わって梅田行った時にこうプラッて梅田に入って1階のところなんですけど、じゃあ全然人いなくて、時間帯が多分良かったらしくて、店員さん目でサイズはちょっとなかったからワンサイズ大きい小さいになっちゃったんですけど、でも気に入って履いてます。パンツは大きいし靴はちょっとちっちゃいけどでも可愛いから買っちゃった。高かったけど、でもなんかあんまり人と被らなさそうやから、こういうデザイン他にないから気に入ってます。こちらダンベル、これは Amazon です。もう一個ありますが、この両手用なんで、両手用2つセットなんで、これを毎日使って筋トレを始めました。ちょっとね、2キロにすればよかったっていう後悔。ちょっと重たい。これ別に欲しくなかったんですけど、ついてきたんですよ。マッサージするやつ。セルライト消すやつあるからさ、別にいらんかったんや。でもね、こっちの方がゴツゴツしてる。で、これは、なんて言うんやったっけ、この名称。忘れちゃったけど、こう、引いて、寝転んだりとか、お尻、これ座ってゴロゴロしたらめっちゃ気持ちいいんですけど、筋トレ終わってから、これをして、なんか保護すじゃないけど、マッサージをしてます。で、パーソナルに行った時に、こう長いのがあって、それにいつも寝転んでって言われるんですね。それがめっちゃ気持ちよくて、欲しくて買ったんですよ。いや、それは、例えば寝転んだら、お尻まであるんです。でもめちゃめちゃ濃いね。こちら。なんかゴツゴツの、もやっとボールみたいなやつと普通のやつ。ゴロゴロする、こうやって、マッサージ。とかをするものらしいです。全部このダンベルもさっきのやつも Amazon で購入しました。次、お洋服類ラスト。はい、洋服を紹介します。こちらは今洗濯で干しておりましたので、生の大きいやけど、どこで買ったやろ、スナイデルかなのパッド付きの、ただ使えそうっていうので買いました。で、この黒も欲しくなってます。こちらもカップ付きです。シールメリンで久々にお買い物しました。こう見にくいんですけど、背中若干こう開いてるデザインです。絞ってる感じで、これもパッド付きで、セットアップもあったんですけど、なんか似たようなリブニットとかいっぱいあるので
我慢を覚えました。これ多分ね結構前なんですよ。あ、これ乾かすときにポケット出してもらう恥ずかしい。これはザラのショートパンツです。なんか楽そうっていうので買ったのと、ワンピースの時とか下に履けるし結構使ってます。これはこちらは、サトデーズで買いましたロンティー。私オーバーサイズのロンティーがめっちゃ好きで、ちょっと後ろのこのデザインは個人的にはそんなにいらなかったんですけど、でも一目惚れで買いました。多分なんかの動画、キッチン周りの時これ着てると思う。これもザラで購入しました。こうクシュクシュってなってて、ちょっと首元厚いんですけど、ここが結構空いてるし、シワにならないし、綺麗めだし、デニムに合わせたらちょっとカジュアルっぽくもなるので着回せるかなと思って。これは多分毎日メイクの時に着てたワンピースみたいなものです。で、これがワンピースなんですけど、ワンピースと思ってたんですけど、めっちゃめくれるんですよ。だからあのさっきのショートパンツを履いてるとか。こちらはどこのブランドやったかな、ウエストがねきつかったので自分で詰めましたでもウエストは S が良かったんですけど、長さ的には私163センチあって低くはないので M が良くて可愛いでしょ。これも買いました。じゃーん。あとはこちら、こちらもスナイデルで半額かな、 40%? 半額かぐらいで買いました。夏服もサンダル類もめっちゃ出した。断捨離の時期にめっちゃ処分したから、あの夏をいざ迎えたら全然なくて、なので今回この夏はいろいろ買いましたが、結構セールで半額だったりとかになってるものばっかりだから、買い物上手になったなって思ってます。はい、久しぶりに大量にご紹介しましたが、多分店頭にあるものもまだたくさんあると思うので、気になるものがあった方はぜひ見てみてください。はい、そんな感じでありがとうございました。バイバーイ。